していってね。この動画は、夜のクラゲは泳げないのレビュー、考察をする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。夜のクラゲは泳げない、ガチでウルトラクッソ激烈に大変よくできた2020年風の、軽音バックグラウンド、って感じの青春ゆるゆり漫画、何をする漫画なの？っていうのざっくり解説すると、様々な才能を持った JK たちがチーム組んで歌を歌う VTuber を作りますって漫画、前半のシナリオは RPG よろしく勇者パーリーがどうやってチームを組むに至ったか？の説明であり、今風という部分は、勇者パーリーを組むキャラクターは全員過去に挫折を経験した JK たちという感じ。例えばイラスト兼 CG 担当の JK は昔渋谷のグラフィティ作品を受賞したような JC だったが、作品の周りの反応が芳しくなってロス。次にメインボーカルは、元アイドルだったが武闘派だったために不祥事を起こしてアイドル辞めて、今度はシンガーソングライター一本で行くわ、みたいな感じのギャル。ちなみに無名の YouTuber が歌ってみたって感じの動画出してて、その動画の再生数が30とかそんな感じなのがクソよくできてるのぜ。初めたてで、しかも歌ってみた、顔もなしだと、競合他社が多すぎてほぼ伸びないのぜ。YouTube で再生数伸ばすって本当に生半可なものじゃないからね。で、この二人を中心に、作詞担当を仲間にして CG 担当を仲間にしてプロジェクト X15 を始める。はい、本当今風に最適化されてるって感じの作品。何がゴイスーって、YouTuber っていう今風15のネタに、軽音って感じの青春ゆるゆりを、一度挫折した陰キャたちが頑張る青春ゆるゆりに最適化させている部分なのぜ。まず、VTuber を目指すって部分を2024年に始めるって部分がゴイスーな部分を解説します。うちらもうんぴっぴ YouTuber なのでわかるんだけど、YouTuber ってよほど戦略があってリソースも潤沢にあるか、ずっと趣味で続けられる感じじゃないとまず無理だよ。というのはもうすでに、動画の総再生時間はほぼ頭打ちなので。これ以上は例えば地球がいきなり2つに増えるとか、人口が120億人に増えるとかない限り、もう伸びないので。だから、YouTuber ってのはもうすでに可処分時間の奪い合いだから、可処分時間ってのは、一人の人間が1日に使える時間は24時間しかなくて、そうすると平均一人の人間が1日に使える SNS に費やす時間1時間とかそれくらいになって、24時間って制限がある限り可処分時間を伸ばすには限界があるよって部分なのぜ。で、そんな感じなので、ぶっちゃけ例えばうちらの動画の再生時間が1時間増えるってことは、他の YouTuber の1時間を奪っているって感じの奪い合いなわけ。だからもう YouTuber はやってやれないことはないが流行らないし、エンドコンテンツ、成熟しきったコンテンツ化しちゃったのぜ。YouTube が終わったコンテンツと言いたいわけじゃないし多分10年後も YouTube は残っていると思うし、YouTuber って入れ替わりが激しいから、目指してできなくはないけど、今後はずーっと椅子取りゲームだから、費用対効果がクソ悪いよねって話です。で、なんでこんな話をするの？って部分だけど、ジョセフ・P・ケネディの有名な、靴磨きの少年。ってエピソードがあるんだけど、ジョセフ・ケネディは有名なジョン・F・ケネディの祖先なのぜ。で、このジョセフは、靴磨きの少年が、次、この株を買うといいよ、ってのを聞いて、あ、これはもう市場が過熱しすぎて、猫も借子も株式を始めるみたいなことになってるから、そろそろ大暴落するな、って予測を立てて一気に手締まいして売り抜けることに成功したってエピソードがあって、まあそんな感じで猫も借子も YouTuber って時代にもうなったような感じがするわけ。要するに2024年がってわけじゃないけど、YouTube はもうとっくにエンドコンテンツ化しているのぜ。エンドコンテンツってのは雑に説明するとジファングとかが典型的なエンドコンテンツ市場で、もうこれ以上成長する余地がない国だったりコンテンツのことを指すということに決めました。で、ここから何が言いたいのか？ってポイントなんだけど、とりわけジファングの市場ってのはエンドコンテンツ化して、ファンピーが YouTuber っていいよね、ってのが定着したあたりでようやくそれを使ったエンタメ作品とかを作るとヒットする余地が生まれる、超絶成熟市場なわけ。何が言いたいのかというと、この漫画は2015年に作っても、ダメで、今 VTuber 始めます、ってコンテンツを提供することが大ヒットにつながるし、今風？だと世間一般が思う感じなのぜ。ここが時代を読む？のか偶然かは知らないけどお上手というか運がいいってポイント。次に、この漫画ってほぼ、軽音。なんだけど、軽音って2020年にするにはきつすぎるんだよね。きつすぎるって意味は軽音はキラキラしすぎているって意味なのぜ。あんなにキラキラしたパーペキ JK たちが青春ゆるゆりするって作品ってあまりにも現実と乖離しすぎてて、おまんじゅうの予測だけど、不特定多数にとってはトラウマものであんこデロデロしすぎるくらいきついんじゃないかな。
って思うわけ。どう例えればいいか難しいんだけど、ケイオンは、2024年という地獄を生きるジパング人にしたら、明日食べるパンすらない、家も何もない人が、貴族とか金持ちの中むつまじい、税の限りを費やしたフルコースを食べている映像を見せられる感じ？って感じで、非現実すぎて、きつすぎるのぜ。だから、ケイオン、するにしてもなんかしら、2024年の現実に即した感じで降りてくる必要があって、それが、キャラクター全員を、過去に、だったり、今現在、挫折したって感じの落ちこぼれ？というか出る杭は打たれる？みたいな感じの描写をしてて、生きづらさを感じているのは、あなただけじゃなくてこの漫画のキャラクターもですよ。って感じの設定している、2024年の等身大っぽい感じに仕上げているから語彙数なんだよね。そうやってケイオン、とは違ってキャラクターの背景をしっかり書くことで、共感のフックを生み出しているのぜ。この手法が2024年に即していて文芸って思ったのぜ。ちなみにケイオン、ってのがダメとかじゃなくて、あの時代って無味無臭の嫉妬とか嫌味といった、女のネガティブな要素が一切ない JK を使ってゆるゆりするのが大正解だったわけ。それは、疲れた現実を癒してくれるペット？みたいなコンテンツがあの時代は求められていたから、可愛い動物の動画を見て癒される？みたいなのがあの時代の、ケイオン、の役割だし、その後ゆるゆりがガンガンヒットした要素なわけ。ところがそういった可愛い動物動画は下ったケイオンは、青春漫画って要素が入ってて、この青春、ってやつは SNS が台頭した2024年においては存在しないのぜ。なぜかっていうと、SNS によってより、ちくり、押しやすい社会になったから、学校でうんこするみたいなほんの些細な失態ですら、一気に学校での社会的地位が失落するような北朝鮮化しちゃったから、青春をたしなむことが極めて難しくなったわけ。そうなるともはや青春漫画ってのはきつすぎて、見てられない、空想の産物になっちゃったのぜ、しょっ読むっちょ。で、この漫画の場合、JK たちは匿名の世界で VTuber という匿名の皮をかぶって活動を始めるわけ。要するに2024年における青春ってのの最適解は、学校という牢獄の中ではなく、学校以外の外のコミュニティでたしなむ行為なのぜ。これはもう人間の6割は嫉妬する、足を引っ張る、ゴシップ大好きってクズがいて、こいつらが学校とか職場内部の心理的安全性を引き下げるし、こいつらクズに殿下の宝刀という SNS の力を最大限使えるような環境がそうしているのぜ。こいつらは人間の本質だから消えないけど社会悪なのぜ。なのでこいつらが悪さできないような環境が必要で、それが VTuber であり、青春は学校の外で行うっていう最適解に結びつくんだよね。まあそんな感じで若かりし頃に失敗して挫折してしまった現役 JK たちが、一つのビジネスというかやりたいことに向かって2024年向けケイオンを始めるという、これはひょっとしてひょっとするかもしれませんよという感じの、もしかしたら大ヒットするんじゃないのって感じの2024年王道を行くゆるゆり漫画。本当にガチでお上手だし、夜の渋谷の作画とかガチで綺麗だし、優秀な作画担当がついているし、本当にクッソ上手な2024年におけるヒットする要素しかないと思われる作品なのぜ。